コンビニ100均やだってみんながコンビニで乗り換えって言ってた。コンビニだと高いんじゃないかな。はい、ワドツ古代いらっしゃい。はい、ハッチいらっしゃい。T シャツだね。俺は T シャツに革ジャンでよく会社の人に寒くないのって笑われる。本当にずっと同じ格好で会社通ってるからね。黒いジーパン、黒い T シャツ、赤い革ジャンで、他のね服着るとね、おーって言われるもん。はい、みんなワドツ。寒いね。はい、ワドツ。ちょっと寒いけど、うん、まあ普通の人からすると寒いって言うけど、俺は草履セッタに T シャツですね。セッタに T シャツ。はい、こんばんは。はい、ワドツ。はい、ワドツ。はい、ワドツ。のんたん今日来ないの？今日もおうち？明日、明後日休みだよ。のんたん、ワット、かずみちの嫁さん、コーン。コーン？コーンってなんだろう。コーン。コーン。ハエルさん、ワドツ。はい、ワドツ。エミさん、こんばんは。あ、こんばんはって意味か。のんたんにグローブ買ってあげて、のんたんに殴られてれば大丈夫かな。ていうか最近ね、ボクシングのアニメばっかり見てる。戦闘力を高めるために。昨日はね、ブライアン・ホーク対高村戦見たね。名試合ですよ。おなつさん、私もワドツデビューしたいです。ワドツデビューしたいなよ。のんたん、マット、かずみちの嫁さん、明日金曜だよ。金曜でしょ？あ、明日休みじゃないか。金曜、明日行ったら休みってこと。土曜日、日曜休みだから、明日行ったら休みね。今日は来ないの、のんた。来ないんだったらご飯買っちゃうけど。おなつさん、ワドツ、ショウ。はい、ワドツ。のんたん、ワット、かずみちの嫁さん、来ない。あ、わかったわかった。じゃあ、一人で飯食います。のんたんの飯が最近めちゃめちゃうまくて、何全部揚げ出し豆腐とかも最高だったし、焼き鳥丼もうまかったし、あと何作ってくれたっけ、チャーシュー丼でしょ。やばいよ、野菜炒めとか。この前肉野菜炒め超味付けうまかったし、のんたんの飯がね5段階ぐらい進化してんだよね。普通にだから外食したくなくて。どうもろこし。そう、胃袋を完全に掴まれてるよ俺は。モンタンの飯めっちゃうまくなってんだよね。多分あれだろうね、作るようになって感覚取り戻したんだろうね。料理はしばらく作んないと、あの調味料のバランスとか分かんなくなっちゃうから。コンロ、そう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 、火加減がね、わかる。俺も電子コンロになれるのに時間がかかったよ。本当にそれ。火加減めちゃめちゃ重要だからな。コンロが1個だと難しいか。普通の家庭2個あるもんね。IH よりも俺は火が好きだね。
ティック海苔230円、大和海苔買おうかな。大和海苔200円だからこれにすっか、こっち側にしようか。ご飯どうしようかな。お、シール配布してる。これシールもらおう。2本購入で1枚プレゼントか。これ買わないかな。2本買わなきゃ。オレンジと、モンスターシールゲット。ギターに貼ろう。お願いします。あ、すいません、の、はい、海苔だけ別会計にしてもらってもいいですか。はい、で、領収書ください。はい、お先1000円から。はい、580円。はい、はい、すいません。こちらはこれが180円。はい、100円で。黒はご一緒で。あ、一緒でいいです。はい、316円に使えてですね。はい、こちらに合わせて。はい、どうぞ。
寒いね。レッドブルのシール手に入れました。ギターに貼ります。レッドブル2本買うとシールが手に入った。出来たてを食べたいよね、やっぱね。バガープレゼントありがとう、カズさん、ありがとう。モンタンの揚げ出し豆腐マジでうまかったからな。やばかったわ。また作って、あれ揚げ出し豆腐最高だったわ。タレもうまかったし、ばあちゃんのはね、あの汁だったんだけど、モンタンのあんかけ風だった。めちゃめちゃうまかった、あれ、あんかけ。また作って、あれ、ナスも最高だったし、ほんと美味しかったよ。のん飯が一番うめえから。ハートプレゼントありがとう。のん飯やばいよ。ハートプレゼントありがとう。ハートプレゼントありがとうございます。ハートありがとう。寒い。のんたん料理うまくなってる。好きな人がいるとうまくなる。作ってくれたら料理は絶対うまくなるから、やってたら。でのんたんは努力家だから、春巻き事件の悔しさをね、もうリベンジしましたよ。春巻きでボロカス言われたからね、超うまいよ。のんちゃんの飯今マジでうまいから、もう帰るのが楽しみだもん。今日ご飯何かなと思って。あんかけにしてもうまいよね。のんちゃんはあんかけにしてくれてんの。俺のばあちゃんもね、揚げ出し豆腐うまいんだけど負けてなかったね。春巻きの時はかわいそうに思ってしまった。いや俺はうまい時うまいって言うから、ちゃんと。そう、部屋狭くてさ、俺の家がコンロ置く場所がないから、今度ノンタン用にスペース作ってあげないとと思ってんだよね。揚げ出し豆腐食いて。腹減ってきたな。よいしょ。よし。春巻きののんたん VS ワド好きだった。はい、ワドツ。揚げ出し豆腐最高だよね。なんだろうね、あのうまさ。もう子供の頃から揚げ出し豆腐大好きなんだよね。ご飯食べたの？はい、ただいま。じゃあパソコン配信に切り替えます。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。